どうも、キスケです。今回はゴジータゴジータゴジータで戦っていこうかなと思います。はい、ついにバトルメンバー3体ともゴジータ選べる日がね来たので、ちょっとせっかくやからちょっとやってみようかなと、思います。はい、まあ悟天空3とスーパーベジット入ってるんですけど、相手が何のパーティーであれ上3体出していきます上3体出してじゃあ戦っていこうかなという感じでございます。はい、どうでしょうかね。まあ普通に戦えると思うんですよね、個人的には。まあでも赤ゴジータが打撃タイプっていうのがちょっと難儀かなとは思うけど、まあその他2人で、射撃でがっつりとこう削っていって、まあ相手の有利属性、相手の不利属性か、黄色に対してこう赤ゴジータでちまちま殴っていければなっていう、そういう立ち回りで戦っていこうかなと、思います。はい、いや5時5時5時ですよ。うん、めちゃめちゃ贅沢ですね。はい、実質6人だっつってねということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。よろしければ最後までご視聴ください。それでは PVP 回っていきましょう。さあ対戦お願いします。 GT パーティーですね。今回はちょっとまあ相手がどんなパーティーであれ上3体なんで、特にそのバトルメンバー選ぶ段階での駆け引きとか全くないので、ちょっとカットしようかな。うん、多分編集の時にカットをしてると思います。さあ来い、ゴジータ3体はいいなぁ、かっけえなぁ、おい。めちゃくちゃかっこいいですね。お、マジで貴様を倒す。これで変身して必殺技ぶち込んでおくか。うん、いやー、コードオフのやっぱ強いですね。めちゃくちゃ強い。さあ、来い。射撃。残念。えい。マジ？アップだ。あー、ダメか。早いですね、バニシング回復するの。ドーン。いや、意外と硬いよ。あら。すんなり入りましたね。これはありがたいんじゃないですか。さあラモン、ライジングですね。射撃でいきましょうか。いや、モーション変わってんのいいな。やっぱかっこいいですね、ゴジータ。全員ゴジータですからね、これ。まあ青ゴジータはちょっと分かりやすいですね、天使の輪かないんで。肩のモフモフも色違うんでね。よーし、さあ来い、さあ来い。来ないのか来へんのか。よし、暴発していく。射撃必殺アーツ食らえ。いいダメージだ。あ、やべ。よし、どうしよっかな。はい、このまま殴って終わりかな。まあ、こいつやな、問題は。あ、やべ、やっちゃう。まあ、落ちるなら赤色がいいですね、やっぱさすがに。あ、まだつながる。これワンチャン落ちるか。あー、ライジングね、オッケー。さあ来いもう完全に今回のパーティーは見栄えだけのパーティーですからね。もう強さなんて知ったこっちゃない。自分が楽しんでできればそれでよしっていうパーティーなんで。くらえ。おい、マジで甘いんだよ。これで落ちますね、必殺アーツで。あー、射撃でいいや射撃で落ちるから射撃でいいや。じゃあ、はい、あぶ、必殺ぶっぱどう。ボーン、
いや、フリ属性でこの火力出せるのはだいぶいいんじゃないですか。で、あとはまあ青ゴジータにちょっとお任せっていう感じではあるかな。避けて、あと隙ある、やるじゃねえか、やるじゃねえか、必殺アーツ行ってこーい。いや、ゴジータはなんか必殺アーツが強いって相場決まってんのかな。だからそんな感じせえへん。ベジットは究極アーツ、よし、まあ、必殺アーツでいきましょうか。必殺打ったばっかやから必殺は読まれないっていう読みです。どうでしょう。おっしゃ、ゴジータ3人衆で勝ちましたね。いやー、いいですね。対戦ありがとうございました。よっしゃ、俺の勝ちだ。はい、2戦目やっていきましょう。髪の毛パーティー、通常で返しといて、よいしょ。で、ここですかさず変えていく。そうだよな、分かりきってるんだよ。まぁ、あ、ちょっとやっぱ赤ゴジータ火力ないな。赤ゴジータちょっと火力ないですね。まあ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 。めちゃめちゃ待ってましたね。ちょ、気力がなかったんでね。その、近づいてくるタイプ俺結構嫌いなんですよ。よっしゃ、よーし、くらえ、射撃入る。入るね。打撃入れて赤に変えてライジングから行ってこい。よし、紫落とせればでかいぞ。頼む、ここは外したらダメなライジングだと僕は思いますよ。はいはい、あっ、痛すぎやろ。いけー、来ないか、ういし、ういし。さあ、火力ぶち込んで行動不能にしといて、これかっけえなあ。やべ、どっか行っちゃったよ。必殺圧がもったいねえ。マジ、おい、さて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 、いや、ライジング外したん痛すぎやろ。アコ外しちゃダメなライジングっすよね。相手、はい、さあどうする、マジ使っていくの、もったいなくねそれ。さあ、ゴジータ究極アーツまで行くか、行ってこい。で、この必殺アーツをすかさず入力していく。ダーン、これ意外と入るんだよなね。意外と入るっしょ。しかも気絶を引いていく。もう一丁ソウルパニッシュは食らわしたのか。とりあえず2発目の気絶はないか、さすがに。よーし、落とせ、落としたい、うん。落としたいよ、落とさせてくれ。最速いただいていく、よいしょ。通常、うん、まあまず交代禁止しといて、ちょっと気力稼いで、で、通常だけで落としていくか。はい、射撃、おお、なんか噛み合ってきたね。ライジング外しちゃったけど大丈夫そうじゃないですか。よし、対戦ありがとうございました。さあ、やっていきましょう。ソンパーティーですね。反射神経最近鍛えてるんでね、まあ、嘘ですけどね。さあ、反射神経の鍛え方とか全然わからんねんな。いや、今の打撃あったらちょっと返すとっとな、多分。はい、
硬っめちゃめちゃ硬いな。タックル通常で返しといて、よーし、よーし。さあドラゴンボールの集まりがもううんちですね。はい、ドラゴンボールの集まりがもうえぎいえぎい。タックルしか使ってこうへんかなこの人は。よし、打撃、ソウルパニッシャードーン。あ、残念ミスった。もうちょい遅くてよかったな。お、入った。これでかすぎじゃない。ライジングそのまま行くよ俺。ライジングラッシュ。じゃあ打撃で行くか。いやこれバカ野郎、落とせればめちゃめちゃでかい。ヘイ、よーし、ゴジータ三人衆はめちゃめちゃかっこいいっしょ。動画の見栄えもめちゃめちゃいいよね。バイバイ。受けて。あーミスった。何やっちゃってんの。もったいねえな。どこを狙ってんだ。ヘナチョコめ。痛すぎ。あー、あーやべえ、噛み合わなくなってきた。あーまずいね、まずいね。あやべえなこれ、ちょっと流れ悪すぎる。あでもあーつまんない。よし、いやー頑張ってゴジータゴジータ頑張って。えい、キングガーツ。だから急にガーツ打つときに必殺アーツ引くのはあれなのか確定なのかこれはっていうぐらい引くよね必殺アーツで。終わりだ、来い。アビクルマークなし、残念。いやバニシングあればって感じだったけど、まあ残念ですね。ボーン。いやーカイロ落とされたらまずいんじゃないか。でも緑ゴジータのラスワン性能が破格なんで、まあ、ワンチャンあるかもしれない。悟空砲ちょっと回復しようから、まあ、その辺をどうにかするしかないんだよな。よし、あーでもやっぱ硬いな相手。めちゃめちゃこれ余ダメージ上がってるんですけどね。打撃の余ダメージも上がってるし、コストも結構下がってるんで、あでも結構入るわいい火力やわ、いい火力。あーくそ、いやー避けちゃうんだよ打撃を打たないと。あーまずいねこれはダメだ。あーよし、とりあえずちょっとライジングで紫を落としとこう。いやでもこの体力やったらもうどうしようもないか。どうしようもなさそう。よしよし、とりあえずね、バニシングもないしさ、どうしよっかな。くそー、対戦ありがとうございました。はい皆さんお疲れ様でした。今回はゴジータゴジータゴジータパーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ楽しいですね楽しいだけやね。うん、特に強くはないですね、やっぱ。まあ、赤ゴジータ入ってる時点で、まあ、そこまで戦えるとは思ってなかったんですけど、まあ、それでもなんか、まあ、緑ゴジータの強さっていうのも分かったし、まあ、青ゴジータもまあ、そこそこ強いし、っていう感じでね、なんか、新キャラクターのポテンシャルが、はっきり見れたかなとは思いましたね。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。